はい、コランです。オトモンドロップやっていきたいと思います。今日はね、曜日クエストを1日周回したらどれぐらいスキルがゲットできるのか、そしてスキルレベルをね上げた時にどれぐらい効果が変わってくるのか、こちらをね難易度インフェルノで試してみたいと思います。今日は日曜なんでちょっとねスキルはあんまり落ちないと思うんですけど、そうですね、ちょっと曜日クエストについてまずちょっと簡単にね説明しておきたいと思います。今回のアップデートで追加されました曜日で変わるマップで冒険に役立つスキルを手に入れようということで、曜日別に違うモンスターを討伐するイベントマップが登場しました。曜日別のモンスター、どうやらこちらで暴れていたモンスターたちがそれぞれ縄張りを作ったってことみたいだな。ライダーさんにとってはあまり手強い相手じゃないはずだ。おっと、今週というかね、日曜はこの防具なんですけど、曜日によって違ってて、月曜は回復スキル、火曜は毒スキル、そして水曜が睡眠スキル、木曜が目つぶしスキル、そして金曜は麻痺スキルですね、そして生肉攻撃アップスキル日曜日ということで、金曜日の日にね麻痺スキル結構周回して貯めました。一応ね1日周回してみてどれぐらい貯まったかちょっと見てみ確認してみましょう。結構ねスキル貯まるよね。日曜、今日は攻撃力アップスキル、こちらもちょっと周回して貯めたいと思いますけども、これですね、麻痺ファング20個貯めることができました。これでちょっとねおともに継承して使ってみたいと思います。20個あるとね結構スキルレベル上げることができますよね。モンスター単体無属性攻撃、そして一定確率で麻痺状態にするということで、 S ランクのベリーオロスに継承してみたいと思います。麻痺状態なんでね、一定ターンの間動けなくなるというね強力ですね。さあベリーオロスにスキル継承しました。さあスキル切り替えていきます。麻痺ファング、そしてスキル強化していきましょう。これね、あのゼニーも消耗するんだよね。しかもレベルが上がるほど結構たくさんゼニー取られるっていうね、レベルが上がるほど必要なこのスキル樹の数も増えてくるので、そうなんですよね、レベル3ぐらいからあまり上がらなくなってきてしまうのですけども、今回20個あるので上げれるだけ上げてみましょうか。さあ今レベル4まで上がりました。125ゼニーか、結構痛いな。まだいけるね、レベル5ぐらいまで上げれそうですね。結構ねこれ今までの感じだとガチャとかからねこんだけスキル樹ゲットすると大変なのですが、この曜日クエストいいよね。今回のこの仕様変更どうなんだろうね。さあレベル5まで上げました。さあそれでは狂気の人流の難易度インフェルノでその実力をね試してみたいと思います。難易度地獄級、ヘルが地獄なんでインフェルノは地獄のその奥の方っていう意味だよね。本当難しい、運が悪いと一撃でやられてしまいますけども、さあ行きます。一応僕の持っている今回の最適メンバーこんな感じです。ちょっとねお供について紹介しておきたいと思います。まずリーダーは芸春のキリンを使っています。 S ランク、ちょっとね今回キリンがまだゲットできていないので正月にゲットしたこちらのキリン使っています。まあ同じようなもんだよね。ポイントはね、弱点をつける通常攻撃属性が雷属性、そして今装備スキル蜂蜜パワー、今レベル50ですね。 HP 3276、攻撃は1815です。そして絆技も弱点がつける芸春のファンタズムホーンということで、まあまだね絆技レベルは1ですけども、ポイントはやっぱり弱点がつける絆技をリーダーに持ってくるポイントですね。そして
ライドオンに入ったら睡眠スキルで眠らせておいて絆技を出していくという、それでねスコア的にはダメージ2倍ぐらい出せるので非常におすすめです。ということでサポートのオトモンが S ランクリオレウス、こちら装備スキル睡眠バリ、一定確率で眠らせることができます。うまくね眠ってくれるとねかなりスコアが伸びるので、そのあたりちょっと注目して見てもらえればいいかなと思います。絆技ライドオンに入った直後にねこのスキル出していきたいと思います。そして先ほどスキル装備しました S ランクのベリオロス、今レベル50で装備スキルが麻痺ファング、スキルレベル5ですね。モンスター単体に無属性攻撃を行ってさらに一定確率で麻痺状態にするということで、あのライドオンに入ったらねその途中で使っていきたいなと思います。ライドオン中の方がね入りました、いきます。さあこれで眠るか、そして麻痺ファング出しました。結構ねこれライドオン中に出すとダメージが加算されるのでいいんじゃないかと思います。さあ、あとはひたすらコンボ、スペシャルピースをねうまく出すとコンボが非常に伸びるよね。そうするとね与えるダメージとかスコアが一気に伸びます。さあこれでおおがっつりいったね、結構伸びました。さああとはもう1回、多分ねインフェルノだったら2回ぐらいライドオンは出せると思うので、なるべくスペシャルピースを使ううまく使いながらコンボをね長くつないでいきたいと思います。まあ、ある程度ねこのゲーム慣れてきたらこの異常状態をうまく使ったりするといいよね。まあ、睡眠については一定ターン数動けなくなり睡眠中は受けるダメージが2倍になるので、結構このみんなで挑戦の時はスコアが多い方がねアイテムドロップが有利になるのでおすすめです。あとは毒状態とかもね時々使いますけども、あとは攻撃力アップ、一定ターン数攻撃力が上がる、攻撃力ダウン、一定ターン攻撃力が下がる、そのあたりもねちょくちょく使いますね。さあもう少しでたまりそうですね。さあベリオロスのゲージもたまりました、いい感じですね。さあここでライドオンに入ったら、さあ睡眠バリ、そしてマフィファング、麻痺状態になりました。どうなんだろうねこれ装備スキルのこのスキルレベル上がると確率も上がるのかな、ちょっとそのあたりはよくわからないんですけどね、攻撃の威力は上がりますね。さあどうだ、おお一気に来たな、結構70万点ぐらい来ましたね。さあこれで1位が取れたかな、おっと2位だね、結構みんなうまい。さあちょっともう一回やってみましょうか。まあ今回のねこの麻痺ファング、まあ特にね無理にライドオン中に使わなくても、まあ早く溜まってしまった場合はね通常の時に使ってもいいかなとは思いますね。まあその辺はこう状況を見ながらですね、うまく麻痺が決まれば一定ターン数動けなくなるので、ちょっとやばい時とかは早めに打って、まあ相手の動きを止めるというね作戦もあるよね。さあ皆さん今回のこのイベントやっていますでしょうか。難易度インフェルノどうですか、新しく追加された難易度。ちょっとねこれ S ランクオートモンで結構レベル50ぐらいで揃えてないとちょっと難しいよね。僕もね何回か A ランクのオートモンで、まあレベルはねかなり60ぐらいまで上げた A ランクオートモンでこのインフェルノ挑戦してみたのですが、やっぱりね勝てないね、一撃が強すぎる、なのでちょっとこらえられないっていう感じだよね。
さあ癒しの雄たけび回復します。さあマフィファング溜まってきたかな。おっとやばい、これやばいってなったらもう使っちゃいましょう。ここでマフィで一応相手のね動きを止めることができるので、まあうまくねつなげて回復しながらいけばいいかなと思います。癒しの雄たけび回復します。マフィファング、さあうまくね麻痺状態ですることができました。そこそこダメージ与えられるね。やっぱりスキルレベル5ぐらいになってくるとだいぶ違うよね。さあ蜂蜜パワー、最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。